7番ゲートリチャが収まって係が離れましたゲートに完了スタートしましたポンと7番のリチャクースタートを切りました出しよく4番名勝貨がまず飛び出していきました内を開けて内を1メートル2メートル開けて走っています4番名勝貨がスタンド前差を詰めて7番のリチャですその後ろ3馬身差3番ダイヤプリーも 今3番手、千葉新犯者5番カドケウスが4番手ですが外から1番、宮見がかわして前へ前へと上がっていきました6番のマイネル・カンパーナ最右2番のオールアイズオン7頭が1段で1コーナーカーブを回っていきました。ま、先手は4番の名将加賀です やや内を上げて走っています。12コーナー中間。1番新阪差7番のリチャ、2番手1番新差になりました。その後1番新阪差外へと出して進出した1番のミヤビこれが3番手。2コーナー回って間もなく向こう上面。1番新阪差インコース3番ダイヤプリーも4番手です。その後ろ2番新差6番のマイネルカンパーナさらに2番新がいて5番のカルケウス最高峰2番のオールアイゾンになりました。 最初の 1000m ですが1分7秒ぐらいのペースになっています先頭、4番、名秀香が一馬審のリードやや促して7番のリチャが2番手さらに外1進、一馬審1番、宮城が3番手これから3コーナーカーブに入ります。残りり800を切りました インコースは6番のマイネル・カンパーナわずかな差で4番手その後と1馬身半3番、ダイヤ・プリーも外から並んで5番のカドケウス3コーナー回って600を切りました34コーナー中間1頭、3馬身2番、オーライゾーンは置かれています。 4コーナーナカーブにかかります、内はすかに4番、名城華が先頭を、を並んでいった7番のリチャ、さらに外、1番、宮城、3頭が広がって直線コースに入りました、内を開けています、馬場の2、3分どころ、さあ先頭を粘っている4番、名城華が、真ん中7番、リチャ、外は1番の宮城、3頭の追い比べです、これを追って、外から3番、ダイヤ・プリーモが追い込んでくるが、抜けた1番、宮城先頭、一馬新リード、4番、名城華が2番手、3番、ダイヤ・プリーモ3番手に上がる。 宮城快勝でゴーリン2着4番、明秀香が3着は外3番、ダイア・プリーも優勢ですが最後に内から6番のマイネル・カンパーナも迫っていました。